まずは昨日発生した音声通話、データ通信サービスがご利用しづらい事象について、ご迷惑をおかけしたお客様におわび申し上げますと,とともに、多くの方々にご迷惑、ご心配をおかけしていることをおわび申し上げます。 業務執行役員ネットワーク本部長小林博でございますこの度の音声通話データ通信サービスがご利用しづらい事象については IoT サービスに関連したネットワーク工事の切り戻しに伴い IoT 機器らの信号量が増えネットワークの苦装が起きたことが原因であると認識しており深く反省しております。 本日は本事象の発生経緯、並びに今後の対応についてご説明申し上げます。えっ、ー、と、3G の部分については、まだ一部、あの、IT 端末機器が残っているということで、そこの切り替えも実施中でございますので、少しもうしばらく、あの、時間がかかる見込みでございます。えー、申し訳ございません。